in trances, going off to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Empty handed. You like the fast life, you like to drive and get down and dirty. Act like the bad guy. はい、パイチョーチャンネル、ママでーす。いや、今日は、なんと京橋に新しくオープンする、アウトドアショップのフェアスティックアウトドアさんに来ております。よで、今日はまだオープン前なんですが、ちょっと中を見させてもらおうと思うんですけど、まずオーナーさんの白井さんと一緒に紹介していただきたいと思います。はじめましてではないけど、はじめまして。以前も以前ね、違うショップの方で、お世話になりまして、8ヶ月ぶり2回目の登場です。2回目の登場となります。いや、で、今回は独立されたお店、はい、エアスティックアウトドアなんですけども、どうですか、心境は。どうですか、どうですか。まあ、当初は6月にオープン予定やった、はい、ああ、はい。ちょっともういろいろ間に合わなさすぎて7月で、ちょっと7月、でも7日っていい日ですよね。そうなんですよ、調べましたよ、ね、なんかちょうど一粒万倍、はいはい、私も見ましたよ。 A 日ですよね。何やっても何やっても A 日なんです。始めるのに、何かを始めるのにいい日みたいです。で、はい、ね、七夕っていうね、なんとこの1年に1回しかないし、ね、そう、すごいいい日に。まあ遅れてよかったみたいな。まあ遅れてよかったですね、結果的に。なんやかんやで、はい、早速中の方を見させていただこうと思います。はい、お願いします。お願いします。お邪魔します。どうぞ。もうパンパンですね、あんなにガラガラやった店内が。品物で溢れ返っております。でまず、入り口から行きましょうか。入り口から行ってください。このね、ダルトン、ダルトンのやつですよね、これ。そうです、そうです、ダルトンで、ね、入れました。ダルトンって結構アウトドアにつながるような品物、ね、なんか最近めっちゃ増えてますね。なんか力入れてるのか、そのダルトンのネットとかのオンラインとか見てても、なんかそのシーンとかでアウトドアっていうなんかカテゴリーあって可愛いんですよ。そうですよね、結局可愛いんですよ。女子受けするような。女子受けするんですよ。そこ狙いましたね。ね、だいぶポップなんで、結構だから、はい、なんかね、入れたいってずっと思ってて。あ、そうなんですね。そうなんです。で、まあ、ええやんって言いました。私前ダルトン撮影行ったんですよ。いや、見ましたよ。あ、見ました。僕予習復習ちゃんとしてたんで。あ、行ってはるわって思って。そう、ダルトンね、アウトドアって聞いて、こちらも行かな思って。で、その時も気になったのが こちらね、これ何やったっけ、なんかランチバッグ的なやつ。そうですよね。そうなんです、うん、何でも入れる、何でも入れれるし、ここも取ってもね、色も2色あって可愛いです。この生地感がすごい。そうなんです、ね、生地感めっちゃいいんです。いいですよね。うん、すごい、ダルトンショップで入れたんだ、すごい。ここもダルトン、ここの食器とか。そうなんです、ね、この入れ物なんでも入れる。これも私これ気になっとってんけど、蚊取り線香ホルダーみたいな、いいですよね、これ。これいいなと思う、なんかおしゃれ、形が。蚊取り系がね。そうそう、はい、もう夏に向けて、うんうん、夏始まっちゃったんでね、梅雨明けて。あっという間に始まりましたね。あっという間に始まったんで。でこのパンチ、ザパンチっていうのを、うち今ピンク色の使ってるんですけど、はいはいはい、あれよりもすごいですかね。あの森林コースか。そうそうそう、シーン、あれよ。いや、どうなんですかね、けど、うん、僕がその
まあ、森林庫を入れるかこっちを入れるか悩んだ時に、はい、森林庫って30巻あるじゃないですか、はいはい、庶民、うん、かそんな使い切られへんなってなって、これ20巻なんですよ。でも名前に惚れましたね。あ、パンチ、パンチ、パンチ、もうポップにもパンチ効いてますって書いてるんですけど、ほんまや、ほんまや、ここパンチ効いてますって書いてる。そう、いやダルトン可愛いな、カラフルでめっちゃねえ可愛い。あ、ここにあるだけで存在感がすごい。で次にランタン置いてますいやすごい、こんな形初めて見たんですけど、これハイランダーの新商品です。そうなんや。ほんまちょうどつい最近入荷したところなのか、まだそんな出回ってないです。そうですよね、初めて見た。一発目に入れようと思って、いやすごい、ハイランダーがこうこう、そう、あ、ここもや、ここもや、その辺もね、亀山があってポストジェネラルがあって、あ、これもダルトン、これそれダルトン今日も動画やあれですね、うん、私も気になったこれははい、あ、その下にはこの火系が結構、そうです ねファイヤー系が、ファイヤー系を、ね、取り揃えました取り揃っておりますわーすごい、トランギアとか、これこれって、あ、フォアウィンズフォアウィンズ、あのちっちゃい、これね、ちっちゃいやつ、うんうん、ちょっと前か出たやつ、これカバーついてるやつでしたっけ、なんかこれこれケース付きケースケースケースそう、ケース付きでいいなと思ってて、これはこれはいいよ。あ、ほんでこの定番のね、外のレギュレーターストーブあ、これすごいトークスやって、あ、そうなんですよ。へえ、これは、ウッドバーニングストーブ、ここに木入れんの？そうですそうです、あのちっちゃい二次燃焼の、こんな、なんか、なんて言ったらいいんですかね、ちょっとした小枝とか入れて燃やしてもちょっと焚き火にもなるし、みたいな。すごい、松ぼっくりも入る。あ、全然全然全然、いやすごい、へえ、これがこんなにコンパクトになる。そうですね。おお、すごい、これ初めて見た私あ、ほんでこれね、言うてたこれ、これ、ね、レッドレンザー、これ好きらしいですよ、知らない何やで、何やで、ね、いいやつ、形が、形もいいし、ここのね、かけるとこ、そうなんですよ、パチッとね、これ、私も持ってますこれはもう安定の、結構使い勝手いいんでね。そうですね、使い勝手は抜群のレッドレンさん。これ、私見たことあるんですけど、はいこれ見たことあるんですけど、この可愛いやつ、存じてますよすぐ買ったやつ、すぐ買ったやつですね、これってあそこと一緒の、そうですそうです、あ、可愛い、やっぱり、あ、タグがね、あの最近付け出し貼り貼って、おお、かわいい、でちょっとバージョンアップというか、より可愛くなって、より可愛いですね、ほんまにボディ感カバー、わあ、いろんなバージョンがある、シンプルバージョン黒もあるよ、ほら、はい、そしてこれ、ここね、出たいこれ鳥山さんありますよ、真ん中にちゃんと真ん中に、これは入れやなダメでしょ、ね、これはね、このペグはほんまに風でも何でも飛ばされへん、これはこれはけどほんまなんかね、はい、優秀っすよね、ほんまに優秀な、ほんまにこれね、なんかね、形もね、やっぱ、うん、このまっすぐじゃないし、うんうん、ちょっとこの曲線っていうのが、そう、美しいですね、美しいっすね、うんうん、ほんまにここにも書いてもそうなんです、機能性を兼ね備えた曲線美え、ちょっと待って、あの私の動画全部見てるこれも持ってる、これもほんでこれも持ってる気合いますね、気合いますね、もうあの私のショップかもしれないいやすごい、持ってる持ってる持ってるこれはこれあれです、メタルマッチです、あ
シャンってシャンってやるやつシャンってやるやつ私が一回もつけれてないシャンってやるやつこれでこれやったらつけれるかもしれないですよ逆に言うたら逆に今までできてなかったけどこれを使うとできるかもできるかもこれ入れるやつ入れるやつですあ燃料ボトルですこれもかそれもですあちょっとこれはオイルランタン買ったんですよ今日じゃあちょうどいいじゃないですかそうびっくりしたトランギアのこのハイランダーとトランギアトランギアですねえこれめっちゃ可愛いねんけど映えるやつあこういうのにみんな移して持ち運びするやつですよね意外となんか、うんうん、その持っていくんが、うん例えばなんですけど1リットルとかで買っちゃうとあ持ち運びめっちゃめんどくさいんですよ、ね、そうですよねで、うん、やっぱここに入れるっていう楽しさもあるんで楽しいのどんだけ入れようかな今日みたいなそういう楽しみ方こんなこと言ったら足りるかなあそのギリギリの戦いギリギリの戦いがね一番好きなんですよどんないやサイズも2種類あってそうなんですよいいですねトランギアかこれもまた選ばなあかんな何がいいかなるほどこれは缶詰ですか何でしょうえ缶詰でしょいやもう見た目に騙されたんですよお前書いてるええー、軽っちょっと待ってそういうことです。ケースです。あ、ケース。まあこういう感じです。言うたら。ああ、なる。あ、なるほど。そう。いや、騙されたよ今。でしょう。だって食べ物書いてでもビーンズとか、これ熊の餌かな思ってあるし。え、熊の餌と思ったら入れ物ですか。入れ物です。ああ。ただこれ。うん、こうテーブルにこういう感じで置いてるだけでもだいぶ可愛いなあー確かにへえこんなんあるんだそうなんですよえこれはダルトンやけどこれはハイランダーあこれはねカトラリーですごめんなさいあこのスプーンがダルトンこの、ね、そうこれがダルトンですへえああなるほどこっちのセットがハイランダーのおおあそういうことかハイランダーのセットでさすがハイランダー安いですねそうなんですよもう貧乏キャンパーには優しいうちらじゃないです僕もですもうねもうほんまに優しいですね優しいですあベルモントさんも置いてるベルモントのシェラカップベルモントはいいですよねこれなんで僕入れたかって言ったら、うんあの結構僕、うん、キャンプ行った時に橋とか使うじゃないですか、うんはいはい、置き場所困らないですかお困るここね挟めるんですよ橋こういう感じでああいやこれめっちゃいい橋置きにもなるシェラカそうなんですよえ初めて見た結構ねもう困るなんかもうどこに置いたらええねんっていうのがすごいあったんでんこれやったらもうピュッて置けちゃうんで、ちょうどいいんですよ。これがステンとチタンと真鍮。こっちハイランダース。ハイランダース挟んでこれきますね。ハイランダース。あ、ほんで箸置きがあるんがベルモント。ベルモント。はあ、なるほど。わあ、あとこれがカッティングボードですね、ベルモント。これいいですよ、折りたたみやから。意外と持ち運びいいし、ね、使う時でもあの広げても使えるしただ生までもコンパクトに使えるそうですねここら辺がキッチン用品ですねキッチンケースねここもねあかわいいの置いてるわトランギアのこれこれかわいいっすよねほんまにもう形がもう燃え燃えて燃えるこれいやこれもね、S ビットもあって、ま、これ迷うやつじゃないですか迷わせてますね要はこっちどっちにしようって どっちにしよう
やっぱそのね、同じ要領でも、うん、はい、やっぱ形ちゃうと、そう、めっちゃ迷う、めっちゃ迷うんですよそこ味噌なんすよ。あ、迷わしたろみたいな。迷わしたろえー、かわいい。え、これなん、どこのメーカーさん、これ EPI ガス、なんか結構バーナーとか、バーナーとかって何やったかな、まあ、こういう食器関係とかも、うん、そうなんですけど、そのメーカーさんで、あ、これも、そうですそうです、へー、これ2つ入ってて、そうですそうです、でこの値段で、えー、いやもう優しい、優しいですよあーすごい。でアルミなんで、はいはい、クッカー、まあ食器セットって書いてるんですけど、うんうん、まあクッカーとしても使えちゃうし、あ、全然、いやもうソロキャンに持ってこいのセットや、へえ、こっちは6点、こっち6点です。え、何と何と、これが、はい、ね、ここっすね、ちっちゃい鍋とフライ、鍋が3つと、でこれお皿やったかな、確かお皿でしたね、うん、お、すごい、これだけあったらもう、もう全然怖いもんなし、怖いもんないですこれカバーにポンって入れておくだけで、ね、食器忘れがないっていう、そうです、おー、すごい、はい、じゃあこちらリバーズ、すごい、めっちゃ揃ってるんですけど、リバーズは全色入れました、ねえ、いやもうまた迷うやんいやこれはマジで迷わせますめっちゃ迷うよこのラインナップ。いやこれはけど僕初めて見た時に、うん、めっちゃ可愛いやんと思って、はい、で色めっちゃあるし、うん、めっちゃええやんと思って、はい、もう絶対自分の店やる時絶対入れたいと思って、おお、このサイズもね、このちっちゃいのと大きいのあるサイズでも迷うし、色でも迷う、色でも迷うんですよいやー、これだって あれですよね、あのキャンプじゃなくても、あ、全然全然使えますよね、普通にコーヒー入れて持ち運びできるし、めっちゃいい。そしてこれね、これも2色、うちも使ってる黒ゴリゴリグラインコーヒーグラインダーゴリ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 ね、ゴリゴリするやつ、ゴリゴリするやつ、いやこれもねめっちゃ迷いましたよ、このシルバーか黒か言うて迷うコーナーやん、ここ迷うコーナー、迷う店なんすよ、迷う店、ね、ここ迷う店なんすよ基本。いやこのジャグもね、ジャグも迷う、この色迷うコーナー、迷うコーナー、迷うコーナーで、その隣がまたコーヒー系の、コーヒー系ね、これはハイマウント、ハイマウントさん、ハイマウントさん、ホーローの、おー、え、かわいいですね、これめっちゃかわいい、コーヒーやん、サイズの2種類、あ、いや、これあれじゃないですか、エスプレッソちゃいます、そうですね、ただエスプレッソでもいいし、うん、ちょっとだけ欲しいちょっとだけ飲みたい、熱燗とか、熱燗とか全然ありますね、ね、いやこれ確かにそんな発想なかったな、熱燗ちょうどいいっす ね、おチョコないから、おチョコないからこれで、これで、うん、いいよだいぶ洋風スタイルが熱燗を洋風スタイルで洋風スタイルでねえ、新しいあ、ほんでこのね、ドリップポットもあるし、わ、この黒かわいい、そうなんですよ、え、かわいくない、マットな感じが、え、これも迷うやつね、これ黒なんか、このシルバーなんか、これがティッシュケース、ティッシュケースです、ティッシュケースでも、うち使ってるのキッチンペーパーとか、ティッシュ型のキッチンペーパー入れたりもできるから、全然使えますね、めっちゃ使えるよね、汎用性が高い、ね、いい仕事してますね、いい仕事してるオレゴニアンキャンパいい仕事してます、いい仕事してます、でこちらが鉄板系ですかね、鉄板系で上は
まあ、ナルベンとこちゃんと。いやこれほらめっちゃ可愛いホットサンドメーカー。これが焼き型というか入ります。めっちゃ可愛い。なんベルモントすごい。こんなん出してたんですね。そうなんですよ。僕もたまたま、え、可愛いないって思ってこのキャラ可愛いないって。いや可愛い。ウインナー焼いてる。あ、こっちこれもベルモント。これもベルモントですね。お、重っ。鉄板。あ、鉄板やもんね極厚鉄板って書いてるから。おお、鉄板系と。こうやったっけ、うん、自由にうわわ、鉄板が結構豊富に。ハイランダーも出してるんですね、鉄板。そうですね、まあ、どっちかって言ってプレートチックな感じなんですけど。あ、はい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 。サイズが3種類あって、うん、26、23、29。あ、なるほど。割とその人数によって変えてもらった。あ、そうですよね。焼く、何を焼くかによっても。そう、何を焼くかによるっていう、ね、もう値段的に全部揃えてもいいわ。全然大丈夫ですよ、ね、全然もう優しいハイランダーあ、これめっちゃいい。そうなんですよ、これちょうどそのテントの中とかちょっと掃除する時とか。そう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 。あ、これ磁石ですか。磁石です。あ、これめっちゃいい。いいでしょあ、そう、こんなん出してるんですね。そうなんですよ。これは何ですか。それティッシュです。え、ティッシュ。ティッシュです。あ、こっから出すの。そうです、そうです。いや、めっちゃ可愛い。で、結構この、うん、ダルトンさんなんですけど、はい、ホーカーライフっていうのが結構車の、あ、はいはい、なんか車用に作ったとかなんですけど、全然キャンプでも使えるなと思うし、これがちょうど言うたら車のドリンクホルダーとか、あー、はい、入るんで邪魔にならないんですよね。あ、なるほど。はい、はい、じゃあこちら焚き火周り、焚き火周り、焚き火周りコーナーテーブルやったりねえ。いや、もうびっくりしたのが、このハイランダーの巻きバサミ、こちらなんと980円です。1000円切りましたこれはけどね、初めて買う人とか絶対いいと思う。いいと思います。これ掴みやすいんですよね。確かに、ギザギザ、このね、ギザギザがちゃんとロックしてくれて。日本とか買っててもね、全然いけますよ、うん、壊れても、あ、壊れた、壊れた、壊れたへこまへん、全然全然へこまへん、ね、いや、そしてマウントスミさん、これこれカシャンってなるやつ。カシャンって、秒速秒速の超スピード、もうすごい。これはね、もうあっという間の1秒のね、やつ。そうです、そうですで、私も使わせてもらってるこちらの、あ、持たれへん旅これ今回このこれが新たに加わってついてる版で発売されたそうです。いや、これはいいよ。この旅はもういい商品です。で、こっちがクーラーボックスとかテントとか。テントもね、ハイランダーの。そうなんですよ、ね、あ、ワンポールが、これワンポールのように見えて A 型フレームなんで、あ、センターじゃないんですよ。こうですね。この骨組みがないです。いや、それはいいわ。あれ結構ね、邪魔なるんですよ。邪魔なるでしょねえ、そうなんですよ。あ、なるほど。フレームが A やからもう全然レイアウトがもう自由なやつですよね。そうです、そうですめっちゃいい A 型フレームなんや。それの T シートあれですか。 T シートって、まあ、名前が違うんですけど、まあ、ただ別物、別物っちゃ別物です。ただこっちは T シートにして、でこっちは普通のでインナーついてますよ。あ、インナー付き。へー、ほんまやほんまやあー、なるほど。取り外し可能。そうなんです。へー、だから別にインナーいらんかな、で T シートの方がいいな。あ、なるほど。で、こちらもあもんね。そうです、これも、はい、あの普通の群膜ってなんかこうポール立てて、うん、はい、やけどこれもフレームが入れたこういう感じのハンガーフレームみたいな感じのフレームでなってるんで、で上からかぶせるだけなんで。なるほど。めっちゃ楽なんですよ。へー、え、安っ。そうです、まあインナーついてないんですけど全然
全然使えますこれ。いやコット置いたら終わりでしょ。終わります。安っでこれ何が、はい、そのいいかって思って僕があこれいいなと思ったのはその片付けの時とかにフレームだけ残しといたらそこなんか干せたりとか、はい、あ物干しみたいな。そう物干しにも使えるんで。なるほど。じゃあもうテント自体が濡れてたらそこにもう一回こうかけて干してもってで他別のとこ片付けて。あいやちゃうすごい。これは便利やなっていう。すごいですね。え、しかもこのポールもついてるんですか。ついてます。いや入ってて13,980円。はい。えこれはもうこれあのなんていうのソロキャンプをちょっとやりたいけどどうやろうなって思ってる人はぜひぜひ、ね、試しに買って試しに買ってもらって始めてもらうのにいい価格全然ね。音楽に憧れてるけど手出えへん人とかね。はい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 。いやこれは安い。コスパすごいですね。コスパマジンっすね。ハイランダーいやーすごー。あタープもある。そうなんですよ。えタープ1万切るんですか。そうですよ。いやもうタープ1万切ってます。9,980円。これポリコットンで9,980円です。はい、こっち見てください。え？ちょっと待って。え？こっち見てください。え？中古でもこの値段がないっすよ。ない。全然ないっすよ。ちょっと待って。これあの3,280円。破格ですけどこれは中古ではない。中古ではないです。すごー。そうでしょ。え生地は。ポリコットン、あ、コットンではないです。コットンではない、ポリ。ポリ。おお。いやでもポリコットンでも9,980円。そうです。謎すぎて。だ結構だからこれから始める人、あタープないわ。うんうん、ちょっとこれ台形なんですけど、ね、はい、トラビゾイドってもう単語がまずかっこいい。トラビゾイド。トラビゾイド。そうなんですよ。ほお。だからもうこの辺買ってもらって始めてもらったら、うん、全然。どんなもんかみたいなね。どんなもんかみたいな。うんうん。いや全然いいと思う。いやそして安定のこれ安定ですねこれもクーラーショック。これはもうめっちゃいい商品。これもうこれいいっすね。これはいい。でこれまた私の推しの商品あります。こちらエスカルゴマットです。いやこれは入れるでしょうもう触った瞬間ね、ね何これってこんなマット今までなかったでしょ。ない。もうほんまにあのいいマットなんで、ほんま、これ1枚引くだけで寝心地最高空間が生み出されるから、ぜひ皆さんも手に取って手に取ってください、ね、これはもうね、うん、もう間違いない。布団の会社が本気で作ったっていうキャッチフレーズがまずかっこよすぎるんでね、かっこいいですよね。いい商品です。いい商品ですじゃあそちら後ろ行きましょうか、シュラフとダルトンコーナーこのアルミコンテナこれ人気ですね。これ人気、これ結構持ってる人いっぱいおって。そうですよね。 S サイズちょうどいい大きさになっていう。確かに S が一番使い勝手いいと思います。使い勝手いいぞうちもこれの1個振り方の S サイズなんですよ。S でも全然入りますもん。入ります入ります。枕枕です。これ枕どういうことですか。これ空気入れ。そうですそうです、あの普通のエア枕。はいはいはい、あエア枕。これがなんと1,299円。安いな。もうなんぼで揃えれるんですかこれ。いやしかもダウンシュラフでも1万円切ってますよ。そうなんですよ。ちょっとハイランダーどないなってるんですかこれが、あ、使用加減温度が0度までいけるやつ。0度までいけるやつ、うん、おーすごい。それでも15,999円。安っ。遊びとのこのこれもこれね。え、うち使ってるやつやんなこれ。え、うちのやつ見てる？見てますね実は。そうですよね。
これもあのめっちゃいいですよ、これもうほんま乱暴に使ってますなくさん買ったら大丈夫なくさん買ったら大丈夫目立つとこに置いてもらって、ね、わーすごい、こんな感じで店内見ましたけど、あとはレジ前、レジ前行きます、行きましょうレジ前行きましょう。これどうなってんの、めっちゃ可愛いでしょ。えこうあの掘ってるっていうか柄入りで、いや刃物のとこにそれぞれ柄が入ってます、すごい細かい柄が。そうですよ、これはもう僕これめっちゃ入れたくて、へなかなか売ってるとこそんな見えへんかな、あ 見たことないです。でこれめっちゃ入れたいって思って、すごで、これねバトニングナイフ、バトニングナイフはもう絶対いりますよね。いりますね。いやもうこのゾーンかっこいい。いやこれもう現地で。えタイ？タイです。え？ガネーシャじゃないですか。ガネーシャです。うわ、ガネーシャって結構縁起いい神様ですね。そうなんですよ。結構商売繁盛とかの。あ、これは売り物ちゃいますよ。これはもううちの守り神っす。あ、そうなの？いやこれかっこいい。いやもうざっと見せてもらったんですけど、もう盛りだくさんすぎて。ぜひみんなにもドッと見に来てほしいです。いや一人でやってるんでドッと来られたら対応できないです。ドッと、もうほんまね頑張ってくださいね。いやありがとうございます。たまに覗きに行きます。いやもうたまにじゃんか覗いて素通りして帰ります。一回喋りに来てください。元気いいよ、元気いいよ。皆さんぜひ一回でも見に来てもらったら魅力満点の店内になってるんで来てください。来てください。いやなんか気軽に ね、なんか別に買わんなんか物をね、無理して買わんでもなんか喋りに来てくれるだけでも。そうです、ね。基本一人なんでもう寂しいんですよね。要は。まあ誰か喋ったってください。喋りに来てください。まあいいです、全然世間話でいいんで。ねちょっとあのアウトドアで聞きたいなっていうことがあったらちょっと聞いてみようっていう感覚でね。うん、感覚でね、答えれる範囲でね。ちゃんと勉強ちゃんと勉強しますね。なので気軽にね、気軽に来てもらったらね、はい、ほんま嬉しいですね。京橋からすぐなんで、すぐなんでもう気軽にね。そうそう、結構ここはあの一回来たらすぐ分かるんですよ。あ、そう、一回来るまで大変なんです。大変でした。めっちゃ通り過ぎたもん、あっちちょっとあれってあれなんですよ、名前もフェアシュテックってドイツ語なんですけど、あ、はい、隠れ家って意味あって、まさに隠れてるじゃないですか。確かに隠れてる隠れてるでしょ。だって駅から来たら普通にあのこの渡り廊下渡らんかったら上の段の道歩いてってしまうんで下から来てください。下から来てください。もうほんま迷うでしょ。まあ一回来たらもう一回来たらすぐ分かるんです。分かります、うん、あ、看板立ってるんですよね。看板立ってます、うん、この裏って書いてます。この裏ですよね。フェアステックアウトドアさんでした。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、最後までご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録ねグッドボタン、グッドボタン。じゃあまた会う日まで。ありがとうございます。白井さんありがとうございました。ありがとうございました。